俺の名前は綾瀬吾。小岩高校に通う高校2年生だ。ある日の放課後、俺は同級生のギャル草薙遥に呼び出され屋上に来ていた。急に呼び出して何の用？何よその反応。そりゃそうだ、俺は彼女との接点なんて驚くほどない。せいぜい同じクラスというだけ。自分で言うのもあれだが、俺はいわゆる陰キャで友人も少なく、話し相手すらほとんどいない。対して彼女は陽キャ。俺に用事なんてカツアゲくらいしか思いつかない。マジでちょっと怖い。ねえ綾瀬。何？あなたが好き、私と付き合って。断る。そうよね、そりゃ OK するわよね。まさかモテないあなたがこんな超絶美少女に告白されるなんて夢にも。話は終わりだね。それじゃあ。ちょっと、カツアゲじゃなくてよかった。待ちなさいよ。何さ、なんで断るのよ。あんた彼女もいないし、そもそもモテないでしょ。だって君に興味ないし。じゃ、そもそも罰ゲームかなんかだろうしな。さっきクラスで集まって勝負みたいなのやってたし。屈辱。罰ゲームで告白させられた挙句、あんな陰キャに私が振られた。許せない。興味ないですって。こうなったら意地でも惚れさせるから覚悟しなさい。そして翌日。はあ、眠い。今日の日直は俺と私よ。うわ、あはや。俺の日直のペアは君じゃなかった気が。ああ、その子風邪でお休みなんだって。だから私が立候補してあげたの、代役をね。なんか企んでそうだな。そして授業が終わり放課後、俺たち日直はペアで教室の掃除をしていた。あー、めんどくさー。ねえ、なんか話してよ、つまんない。うるさいな。さっさと終わらせて帰りたいところだが、相手が真面目に掃除をしないせいで全く進まない。なーに、ずっと黙ってんのよ。もしかして緊張してる？はあ？放課後の教室に女子と二人きりってシチュエーションについドキドキしちゃってたり。誰がするか、バカバカしい。本当に全然ドキドキしない？うちこしない、全然しない。うん、面白くないやつ。本当はちょっとドキッとしたけど。基本的に見た目だけで言えば草薙遥は相当上位の部類に入る。あれだけ近づかれれば嫌でもドキッとしてしまう。っていうかさ、なんで私の告白断ったのよ。言っただろ、君に興味がないの。あと罰ゲームなの知ってたし。興味なくてもさ、私みたいな美少女に告白されたら普通小躍りして喜ばない？喜ばない。まさか女そのものに興味がないとか。違うわ、本当に好きなやつとだけ付き合いたいだけ。あ、何、あんた好きな人でもいるの？いないよ、これからの話。じゃあ私があんたの好きなやつになってあげましょう。は？決めたわ、意地でもあんたを惚れさせてやるから覚悟しなさい。なんでそんなことを？だってあんたみたいなひもて男子に眼中にもないみたいな態度取られるのは腹が立って仕方ないもの。なんてプライドの高いやつ。見てなさいよ、すぐに私にベタボレにさせて、今度は私があんたをこっぴどく振ってやるから。あー、そういうのは本人の前で宣言しない方がいいと思うぞ。そしてその翌日から草薙遥に粘着される日々が始まった。おはよう子。おはよう。というか急に名前で呼ぶな。こういうのはまず形からでしょ。ねえ、名前で呼ばれてドキドキした？どう？しないしない。特別に私のことも遥って呼んでいいわよ。呼ばないって。まったく。思えば今まで登校してきて朝から誰かに挨拶されたの初めてだな。そもそも女子に名前呼ばれたのも初めてだし。いかいか、何ちょっとにやけてんだ俺は。こんな簡単にやつの術中にはまってたまるか。なんだよ。休み時間、次の小テストに備えて自主弁をしていたのだが、こうもじっと見られては集中できない。ゴーってちゃんと予習とかするのね。まあな。私の周りみんな勉強とかしないし、テストも適当だよ。せっかくの学生時代遊ばないと損じゃない。勉強なんて将来何の役に立つかわかんないし。
何の役に立つか分かんないから勉強すんだよ。え？将来自分が何になるか分からないから勉強するんだ。勉強した分将来の可能性が広がるからな。ああ。なんだよ。ちょっと感心した。将来の可能性ね。少しは勉強に興味持ったか？全然。そうですか。ゴーには興味出てきたけどね。は？草薙ってよく笑うよな。何が楽しいのか知らないけど。ねえゴー、歩くの早いよ。もう少しゆっくり。こいつ帰り道までついてくる気か。ていうかさ、どこ向かってるの？こっち家の方じゃないよね。ゲーセンだよ。陰気な俺の趣味はゲームだ。特にリズムゲームが好きで、放課後いつも黙々とソロプレイを楽しんでいるわけだが。ふーん、ゴーが行くなら一緒に行ってみよっかな。せっかくの俺の楽しみが。へえ、こういうゲームやるんだ。面白いの？まあ、俺は好きだけど。じゃあ私もやる。え？ゴーめっちゃ上手いんだし教えてよ。ね？いや、でも。ほら、早く早く。わかったよ。せっかく高難易度を攻略しようと思ってたのに。まあ仕方ないか。見て見て、結構押せてるよ。そうだな。そりゃ一番簡単なやつだしな。いっぱい落ちてきた。どうしよう。あ、ねえゴー、どうするのこれ。あ、落ち着け。一つ一つ処理していけばそんな難しくないから。やった。おお。ナイスアドバイスゴー。ねえねえ、もう一回やろう。次はもっと難しいのやる。そうだな。バカバカしい。普段俺がやってる難易度と比べたら全然だし、クリアしたからってなんてことないはずなのに。でもなんか久々に笑ったな。たまにはこういうのも。また俺はいつの間にかこいつの術中に。落ち着け、これは罠だ。ねえ、これクリアしたらさ、他のゲームも教えてよ。クリアできたらな。私センスいいからすぐ上達するわよ。ま、いいか。たとえどんな理由であれ、楽しいのは事実だしな。これさえしなければいいんだ。そんな言い訳を頭に浮かべながら、草薙と交流すること2週間。ゴー、ほら合宿行こう。急がないと売り切れちゃうよ。おお、今行く。正直俺は惚れる寸前だった。この2週間、いつの間にか草薙とは当たり前のように一緒にお昼を食べる仲になり、放課後はゲーセンに寄り道をする日々。ふぅ、ようやくいちごクリームパン買えたわ。いつも売り切れなんだもん。あ、何？ゴーも欲しかったの？ちょっと分けてあげようか。え？ほら、あーん。そしてこのスキンシップである。落ち着け。それもこれも全てこいつの作戦。あくまでこれは俺を惚れさせて後でこっぴどく振るためだけの行動。おいしい？うん。そんなことは分かってるのに何やってんだ俺は。正直楽しい。草薙と一緒にいるのは、というか彼女が初めて教えてくれたんだ。一人じゃなく誰かと一緒に過ごす楽しさを、そう思っていたのだが。さて今日も草薙と一緒にゲーセンでも行くか。おい草薙。あ、あ、な、何？いや帰ろうかと。どうした？うん、別に何でも。行こうか。今何か隠したように見えたけど、ここ3日、たまに草薙の様子がおかしい時がある。今みたいに何かを隠すような素振りを見せたり、もとも本人が言いたがらないからそれ以上言及はできないが、そんな草薙の様子が気になっていたある日のこと。っていうかはるかやばいよな。ね、あいつうちらの誘い断ってあの陰キャと一緒に過ごしてんだよ。何が意外と一緒にいて楽しいだよ。陰キャの世界なんか知って何がいいんだか。あいつら確か前まで草薙と同じグループの女子。この前見たらさ、あいつってば珍しく休み時間に勉強なんかしてやがんの。似合わねえって思ったから教科書ビリビリにしてやったよ。そっか、
草薙が様子おかしかったのってそういうことだったのか。それだけじゃない。あいつは前まで一緒にいた奴らの誘いを断って、その上嫌がらせされてたのを隠してまで俺と一緒にいようとしてくれた。それはつまり。あれ、はるかじゃん、どうしたの？帰るんでしょ？早く開けないよ。開けないと靴取れないよ。くだらない、どうせこの中になんか仕掛けてあるんでしょ。はあ、何のこと？わけわかんないこと言ってないで、早く開けたら？ほらほら。あれ、なんともない。え、なんで？確かにあそこに。これ私たちの。ふざけやがって、誰だよ。ふざけやがってたは心外だな。お前らがゴミ捨て場の場所を間違えてたみたいだから、わざわざ回収してやったっていうのに。こう何なのこいつ、陰気な分際でカッコつけちゃって。だっさ。君たちはさ、こんなことして楽しいの？うん、楽しいよ。文句ある？いや別に、楽しいならいいんだ。楽しいって人それぞれだしな。はあ？一生懸命泥とゴミをかき集めてせっせと運ぶ作業が楽しいんだろ。あまりにも惨めな作業だから俺はやる気にはならないけどね。バカにしやがって。あと楽しむのはいいけど、ちゃんと責任取れよ。お前らがどう楽しんでいたか証拠はちゃんと取ってあるんだ。これ先生に出せば内心に響くかもな。陰キャな分際で調子乗んなよ。ありがとう。別に大したことしてないし。うん、ゴーのくせにちょっとかっこよかったじゃん。くせにってなんだ、失礼なやつだな。本当にかっこよかったよねえゴー。ん？私やっぱりあなたが好き。私と付き合って。その俺も草間遥かのこと好きった。だからそのこれからも一緒に。やったー、私の勝ち。な、ね、言ったでしょ、絶対私に惚れさせるって。あんたが私を振ろうなんて100年早いのよ。ああ、何よポカーンとして。呆れてるんだよ、本当にプライドの高いやつめ。こうして俺とはるかは付き合うことになった。彼女のおかげで俺が今まで自分一人の殻の中に閉じこもっていたことがいかに退屈でつまらない日々だったかということを実感した。もう彼女なしの日々は考えられない。やった、ベリーハードもクリアだ。ちなみにゲームの腕はそろそろ抜かれそうである。こいつ本当にセンスいいな。見るです、もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。